どうも、六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のペチとキメラジとサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。ハスミカノンの母親が着ていた虎柄の服を剥いで虎柄の財布を作ります。それから剥いで財布を作るというわけで、降り積もれ孤独な死を最終回直前考察。やろう。佐伯がボコボコ班でした。いや、だいぶ前の情報。知ってる知ってる。改めてちょっとここで言っていきたいなと思ってみんなちょっと忘れかけてるから。あ、そういうことか。てか、まあ、あまりにも周りの人物がそうじゃない感じで接してるのは。いや、そうなんだよな。もちろんちゃんと刑務所も入って ね、まあ、ね、反省してんで別にいいんだけど、うん、なんか最終回カノンといい方向に行きそうだからこそ、うん、ちょっとここでもう一回言っとこうかな。最初なかったことになった。いや、そうな、ちょっとなってるからね、うん、はい、ということでなんかね、ちょっと最後に今日考察するんだけど、はい、最近まだちょっと疑われてるっていうのもちょっと面白い。どんだけ信じられてないんだよ。そうそうそう。なんか、ね、主人公ここまで信じられてないの珍しいな。あ、まあね、うん、はい、というところでね、まあ今日の考察点に関してはですね、残された謎をね全て整理しながら、最終回前のね総決算としてね、いろいろ徹底考察して最終回にね向かっていければなと思いますので、ぜひとも最後までよろしくお願いいたします。さあ、というところで、まずはですね、5話終わりにした謎まとめの中で、まだ残ってる謎をね、ちょっともう一回復習してこうじゃないかというところで、一つ目の謎は、やっぱりカノンを突き落としたのは誰なのか。まあこれ第2話で起きたことで、まさかのね、最終回まで引っ張るとは思わなかったけどね。これがまだまだ謎だよと。で、皆様のコメントを読んだ感じだと、まあ僕らがしたね、まあマヤ説が一番多かった気はするんだけども、意外に、もう一周回って分かんないから鈴木純なんじゃないかみたいなコメントもあったり。そう、たださ、やっぱり作中でね、鈴木純は殺し方にこだわりがあるとか、そういうのがあるから、鈴木純に関しては正直ないかなとは思うね。もう一回否定してるからね。確かにね、違うなら誰だろうっていうところで、やっぱ鈴木純でした。ちょっとまあ可能性は低いかなとは思うね。あとコメントでちょっと面白かったのが、カノンの突き落としは鈴木純に狙われていたから、ソドマにいたカオキズ男がカノンを助けようと思い、あえてカノンを突き落としたんじゃないかっていう、カオキズ男の不器用の極みみたいな。なるほどね。そう。なんで鈴木純に行かなかったの。そうだよな。ちょっとだけ押しとく。結構ここみんなパニクってるね、正直。正直手がかりがそんなないからね。そうだよね。あとはね、まあ根強いやっぱカノンの自作自演説っていうのもやっぱりあるかな。まあこれだとマヤに協力してもらったっていう考察は多い気はしたかな。コメント読んでる感じね。はい、で、理由としては、まあ大きく言うとやっぱりハイカーテ事件の再捜査をさせるため。で、重蔵が犯人じゃないってことを証明するためみたいな、割とそっちの可能性もあるんじゃないっていうのはあるかな。ここまで来ると佐伯に守られたいみたいな、ちょっと、あ、はいはいはい、ここもあるかも、恋愛要素で。あ、まあそうだね。まあ佐伯にだけ連絡したっていうところもね、一応謎で残ってるからね。はいはい、ここに関してはなんか最終回まで出ないから大きなことと思わせて、そこまで大きくない可能性はあるんだよね。まあね。で、まあ次の謎、まあこれもカノン関係なんだけども、突き落とされる前にカノンに電話した相手は誰なのか。まあこれも結構考察に入れないがちなんだけども、これ結構謎だよね、やっぱりね。そうそう。やっぱり流れだけ見ると、前も言ったけども、電話の後に突き落とされてるし、突き落とされる直前に携帯も確認してるような場面もあるからね。これはちょっとやっぱり謎かなと。で、やっぱりこの辺からも電話の相手は僕的にはマヤの可能性が高いのかなと思ってきたかな。だからマヤはカノンに電話して場所を指定して、そこに来たカノンを突き落としたっていう考察にはなるんだけど、まあこれだと電話はやっぱ非通知とか匿名でかけた可能性にはなるのかな。やっぱりマヤがマヤとしてかけて場所を指定してそこに来たカノンを突き落としたら、もう明らかにマヤの仕業ってカノンも思うだろうからね。なんかあの電話の表情から見ても意外に匿名だったとか、で蓋を開けたらマヤでした、でマヤが突き落としてましたみたいな展開もなくはないのかな。とは思うかな。カノンが突き落とされる前に電話ありましたって誰にも言ってないんだっけ。誰にも言ってない。そうだよね。そうなんだよね。だから事件性がないからみんな知らないわけだ。そうそうそう、もうカノンしか知らない。そういうこと。まああれは多分何か回収はあるだろうね。
で、まあマヤだとしたらやっぱり動機としては自分が神代を殺めてしまったことをカノンにバラされるのを防ぐためっていう感じではやっぱりあるのかな。うん、まあ一つだけね、マヤがカノンを突き落とした理由としてコメントが来てたんだけど、ヨシさん、カノンが警察と一緒にいることを知ったマヤがタケルを殺したことを話されるんじゃないかと不安になって突き落としたんじゃないだろうかってコメントが来てて、うん、まあ理由として確かに佐伯とね距離が近いっていうとこで、やっぱり警察と距離が近いってマヤ思っちゃって、で自分のその過ちをバラされるんじゃないかっていうところで半ばやっぱりパニックって落としちゃった、うん、っていう可能性は結構ありそうだね。まあね、まあやっぱりここはマヤなのかな、電話も含めて突き落としたのはマヤ、もしくはカノンも知ってて何か策略があったみたいなね、うん、そんな感じですかね。そうね、嫉妬で狂ったゴミっていうのはないですかね。嫉妬で狂ったゴミ、うん、最近どうもあんた近づきすぎないかみたいなかね、おお狂ってるね、狂ってまさかもう警察ごねえ狂いまくってるかもしれない。確かにそれだとマヤすぎるもんね、ちょっとアリバイが。あ、まあそうだね、アリバイがないんで、ね、そこ気になるね。意外な、確かに。あとね、意外にこれ忘れがちですけど、カノンが佐伯に言った「ソウスケが死んだの私のせいです」の言葉の意味とは、うん、あこれ覚えてる、いつのなんだっけいやあったのよ、あの手握りながらさ、ソウスケのあの葬式の時、ああはいはい、カノンが「ソウスケが死んだのは私のせいです」と。まあ最近を気遣って言っただけって可能性もねある気もするけど、うん、やっぱり何か思い当たる節というか、回り回っていろいろ回ってソウスケが死んじゃったから根本の原因は私なんですみたいな意味に聞こえるから、うん、これってどういう意味なんだろうっていうのは意外にわからないね。ああなるほどね、うん、だってソウスケが亡くなったのってさ、まあ最近の暴走もあったけど、やっぱり根本は鈴木のせいじゃないですか。まあまあまあ、そう、それなのにカノンがソウスケ亡くなったの自分のせいなんですって言った意味。ああでもそれに関して言うとあれかな、うん、初めにソウスケが囚われてたじゃん、はい、でもまあカノンはね普通に正面突破でさ、そのまあ純のとこ行って自分も囚われてって言っちゃったから、はいはいはい、もう少し頭使えばソウスケ助けられたのかなみたいな、ね、そういうことだったのかな。確かにね、一緒に捕まっちゃったから、そうそうそうそこでどうにかできたらなみたいなとかいう感じだったのかな。あ、分かんないけど、ね、全然その可能性もある、ね、まあね、うん、ってぐらい謎の発言だからねこれね。まあそうだよね、うん、でさっき言うの忘れたんだけどさ、その結局ソウスケもさカノンも捕まっちゃったじゃん、うん、でさこの一連の下りの時ってさ顔傷男一切出てこねえんだよ何してんだよあいつ何してんだよ、一番大事なとこだよいや、ね、そりゃさカノンから行っちゃったからさ捕まったのはしょうがないと思うよ、うん、たださその鈴木が亡くなるとかソウスケが亡くなるってあの下り一切登場しなかったから。いやそうだね、あいつはずっと内緒してたからな大事な時に、ね、うん、ちょっとやっぱ顔傷とか愛おしいんだよ、ね、だからおもろいよなまあカノン関係でいうとこんな感じかなとは思ってます、うん、でまあこれもまだ謎と言っていいのかな、生き残りの子供たちを狙う事件の犯人は誰なのか、まあ要はマヤとかアズマを狙ってるのは誰なのか、まあほぼ陽子でね間違いなさそうだし、うん、なんか僕らもね気になったところで言うと、そのタケルのね遺骨のシーンを見て一見泣いてるように見えたけども、うん、あれがもはや笑ってるんじゃないかみたいな考察、うん、結構コメントでもあってね、うんうん、より陽子不気味だねっていう感じはするよね、うんうん、まああのもし笑ってたとしても考察はそんなには変わんないのかな、まあ、まあまあまあ、うん、もうおかしくなっちゃって笑ってるみたいな感じなのかな、はい、そうね、うん、ちょくちょく言われてんのがその、うん、まあ、マヤを突き落としたじゃん、はい、だその陽子でできるのかみたいなことはたまに言われてるけど、あ、別にできるよね、はいはいはい、その女性パワー的にっていうところでこれでいやいけると思う、いけるのか、うん、もっと力ずくで何かしてたとかなら分かんないけど、やっぱパッと押したら俺らも女子に押されたら全然よろけるから、ね、まあそうかそうか、いけちゃうか、結構必死な顔でやってる可能性はある、まあ、そうだな、ではここからおそらく最終回の中心の部分、カノンが破った十蔵の日記の最後に何が書かれているのか、うん、でその日記の内容がおそらく神代健の死の真相とは、うん、まあここはもうつながりで多分分かっていくんでしょうね、うんうん、っていうところで、まあここもコメントの多くは割と僕らと同じような考察、大きく言うと関係するのはカノン、マヤ、アズマ、そして十蔵なんじゃないかっていう感じだったけども、まあその中でコメントであったので言うと太郎さん、
サトルがユーマの病室で何してくれてんだよと言っていた意味は犯人ではなくユーマに言ったのではないでしょうか。つまりユーマが何かの弾みでタケルを殺してしまい、ハイカーが遺体を埋めるところを見たカノンと秘密を共有。後にカノンがマヤに明かす。カノンはハイカーが殺したと思っていたが、日記にユーマが殺したと書かれていたという流れと予想します。ユーマもタケルの死を知っていたし、逃げて事故に遭ったのは暴走からでしょう、みたいなコメントが来てて。まあ要は、まあアズマが実はタケルを刺してた。うんうん、まあ僕的にはマヤが刺したとかね、まあ死に関与した中でね、誰がやったんだっていうのはいろいろあるけど、うん、意外に東の可能性もあるんじゃないっていう感じかな。うん、まあそれはやっぱり悟が病室でね、何してくれてんだよって、まあ確かに東に言ったようにも思うから、うん、その東を怪我さした犯人に言ってんじゃなくて、お前過去にそんなことしてたんかいっていう意味で、なるほど、あれは言ってた。 あの時ってもう日記をすでに見た後だと思うから、ね、なるほど。まあ細かい部分だけど、うん、意外に東が最後やっちゃってる。なるほどね。ああ、意識不明ですけど、はいはい、演技はできるんでしょうか。どういうことですか。タケルのとこはできるんじゃないですか、別に。ああ、そういうことですか。ああ、まあそっか、うん、なんかちょっと心配になっちゃったんで。ああ、クライマックスなので。いやまあね、いやでもまあテセウスとかもさ、まあでもあれも初挑戦。いやまあこれ以上言えない感じだな。なんかでも追っかけられてたのは陽子で間違いないです。まあそこで多分陽子いたじゃん、ね。うん、そうだよね。映ってたからね。まあ妄想っていうのはちょっと大きく言い過ぎかなとは思うけど、うん、まあなんかいろいろ自分の中で妄想が広がっちゃって、なんかいろんな恐怖に怯えてるっていう感じはするから、うんうん、はいはい、だから根本自分が原因だからこそいろんなものに怯えてるみたいなね、はい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 、感じ。まあユーマがタケルの死を知ってるっていうのはほぼ間違いないから、うん、まあ犯人まで行く可能性もあるんじゃないっていうところで、ね、なるほど。うん、もういいですよ、不安なの。ちょっと心配なんですよ。わかりました、わかりました。ラスト10分いけるかな。そうそうだね、一番大事なところで。はい、まああとはね、カンパニーさんとかもこのドラマのテーマは家族で、偽物の家族と血のつながった家族の対比をずっと描いてると思います。血のつながった家族が必ずしもいいものではない。偽物の家族は強い絆がある、だからこそ偽物の家族間での殺し合いはないかと思います、みたいなのがあって、まあ要は上白が自ら命を落としたんじゃないか、命を絶ったんじゃないか、まあ作もそんな考察してたけどもね。うん、なんかいろいろいざこざはあれど、いろんな人物が関与はあれど、最後命を絶ったのは自分のタケル自らがした選択だったみたいなね、うんうん、なんかこのドラマのテーマで言うと確かにありそうだね、うん、まああと結構、まあ、大どんでん返しをね期待してる人からすると、やっぱり例えばね、白骨遺体がタケルの弟説っていうのを結構言ってる人はいるんだよね。あった。そう、あれ確かに DNA 鑑定っていうのも、その八木橋陽子の子供であるっていう検査結果なんだよ。はいはいはい、はい、そうだから実は弟でした、はい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 、っていうのもなくはないとも思うんだけど、そのまあ結局のとこ、やっぱ東真矢香音がタケルの死を知ってると思われる点とかを考えるとね、やっぱり可能性は低いと思うし、何より弟がさ、その行方不明とか、そのどこにいるか分かんないみたいな状況だったら、警察も弟なんじゃないってなる気がするんだよね。うん、そうだね。うん、だから全然描写はないけども、弟は普通にいるからこそタケルで間違いないって警察も言ってる気がするから。はいはいはい、うん、そうだね。普通になんか事情聴取とかを受けてるんだろうね、出てないだけだから。いや、そうなんだよ、うん、そうそう、じゃないと警察がさすがにポンコツすぎる。いや、ポンコツすぎる、うん、だからまあ確かにこれだったらめっちゃ面白いし、うん、タケルが生きてるってなると考察かなり変わるからね。そうね、実はカノンをしたのもそうなんじゃないとか、はいはい、いろんなところにタケルが出せるからね、うん、面白いんだけど、まあ可能性はそんなに高くはないかな、うん、あとはタケル弟がタケルを殺した説とかもあったり、やっぱねタケル弟とにかく出てくるんだよ、まあ、みんなの考察で、うん、まあこれも面白いけどっていうところではあるかな。うん、まあ決定打にかけますな。まあそうだよね、まあどこでも何も出てない人物だから当てはめやすいけど、まあね、そうだね、証拠というかあれがないから、うん、だから弟が殺しちゃっててカノンとかで埋めるっていう決断をしたみたいな考察は多いんだけど、うん、まあ最終回まさかのね、弟が出てきたらまた心配だ。心配ではないだろお前。どんだけ心配するんだよ。まあ確かにね、なんか今までの登場人物でいろいろ完結させてほしいみたいなとこはあるな、正直ね。というところで、まあ冒頭で言ったけども、やっぱりね、どの犯人ってわけじゃないんだけど、佐伯がまだ疑われてるっていう感じがあって、まあというのもさ、瀬川亮がやたら佐伯を襲うからっていうとこなんだよね。
やっぱりさ、まあ、セガオはカノを守るっていう一本軸があって、うん、カノを襲おうとした鈴木純も襲ったりしてたし、うんうんうん、っていう中でなぜか佐伯も襲うから、うん、っていうことは佐伯のヤバさを知ってるというか、佐伯が何かしでかしてるのを知ってるから瀬川亮はカノンから守ろうとしてるんじゃないかみたいな。あ、まあでもそれはあれじゃん、暴力性を知ってるんじゃない。いや、そうなんだよね。だしやたら妹的存在の子に近づいてくるからただ怖いんだろう。いや、まあそうだろうね。だからさすがに佐伯が前はやってたりはしないと思うんだけど。いや、さすがにな、もう救いはないし。うん、でもすっげえ疑われてるの。まあでもここまで言ったら最近には行けるとこまで行ってほしいけど。まあな、確かに。1個も2個も確かに主人公史上一番やっといてほしいけどな。はい、っていう感じで、まあ最終回前にしてまだまだね、主人公含めて疑われてる状況っていう面白い状況なので、ちょっとね、リアタイ含めて佐伯がまたあの黒帽子あれをやっとしたら盛り上がるぞ。はい、という感じでね、いろいろ期待して最終回も見ましょう。リアタイでお待ちしてます。というわけで僕らはね、サブチャンネルに個人チャンネルもやっておりますので、ぜひともね、僕らのことも追いかけていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。というわけで以上、ラクラクでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいなと思ってくれた方は、ぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後にケメロジェ。はい。最終回ラストシーン、次回作を匂わすまさかのラストとは何？野間口さんが、とあるマンションを見上げて終わるっていう。あれ、なんか7番始まらない？知らんけど。4チャンですから。